い、こんにちは、平本明夫です。そして、今日武さん来てもらいました、はい、よろしくお願いします。武さん、現場遠隔リーダー養成コース何期でしたっけ？7期です。7期ですけどね今お仕事を会社経営されてるっていうことですけど、はい、会社、企業向けのシステム構築されて、なんかどれぐらいの規模の会社の、1000億ぐらいの規模の、1000億の売り上げがある会社の5社と、5社と、まあ、全体では20社ぐらいの企業向けのシステムを。すごいですね。1000億っていうことは多分誰もが知ってる会社ですよね、はい、ちょっと言えないけどね。はい。で、今でこそすごいんですけど、確か学生企業でしたね。そうですね、学生からもう 一人の技術者として自分の会社を背負って、うん、現場で働いてました。結構最初からいい感じでいけてた感じですか、学生？いや、若かった時はお客さんにいじめられたりとか徹夜も繰り返して、すごく辛い思いをしながら、でもなんとかやらなきゃっていう思いだけで仕事をしてました。なるほど。で、現編に来たきっかけって何ですか？現編で来たのは、まあ、社員が辛い中辞めてしまって、なんとかこの現場を変えなきゃいけないと思っていた時に、ちょうど採用のコンサルを受けた時に、応募者の方とラポールを築いて会社、個人の価値観を引き出してくださいって言われたんですね、はい、で、全く技術者として個人の価値観を引き出すとか、ラポールってなんだろうっていうところからスタートだったので、ちょっとコミュニケーションについてここから学ばなきゃいけないということで、ネットで調べて現場変革、もうネットで丸くり、はい、で、技術に関しては自信あるんですよね、はい、技術についてはもう20年近く現場で働いているので、自信はあるけれども、やっぱりチームをまとめるというのは全く苦手でした、で、初めていらっしゃったのが、まあ、平本ライブですけど、初めてこう来てみてどうでした？いや、一番最初の、あの時に、コーチングを受けている方がすごく自分と近い境遇だったので、そこでいろいろ話で感情を出されているのを見て、ものすごく衝撃を受けて、あ、自分ももしかしたらこういうふうに変われるかもしれないっていうふうに思って、もうすぐに7期に入ることにしました。そうですね、もう1回2時間半か3、4時間ぐらいのショートセミナーでこれだと思って、なんか決め手って何でした、その時？やっぱり初対面で話を聞いてもらうだけで、こんなに気づいたり、感情が湧き出て、涙を流したりっていうことがあるんだってことを初めて知ったので、あ、自分もありそうだなっていうふうにその時に思って、これにちょっと向き合ってみたいなと正直に思いました、はい、で、実際、現編現場変革リーダー養成コース来て、いろいろ良かったことあるんですが、何が良かったですか？一番自分の変えたのは、毎日朝活をやることで、毎朝ね、15分ぐらい、昨日の楽しかったこと、プチハッピーと今日これやりますっていうのをね、5、6人か7、8人でシェアするんですけど、やってどうでした？毎日自分がどうありたいかとか、自分の目標とか目的を口にしてみることで、昨日はできたとか、あ、昨日はできなかったなとか、そういう振り返りが毎日できるようになって、本当は自分はどこに向かっているのか、どこに向かいたいのかっていうのが、朝のタイミングですごく思い返せるのがすごく良くて、達成できた、できなかったっていうのが、すごく今まで意識してなかったことが意識できるようになりました、毎朝それをチェックできるっていう感じですね、あとは良かったことありますか？原因でたことは、やっぱり自分 の、体とか感情、とか無意識の部分と、を今までいかに意識が抑えつけてたかっていうのをやっぱり気づいて、やっぱ体を無理させれば体を壊すし、ストレスをためてたことがすごく多かったなということに気づいて、何か起きても頭ではこう思うけれども、体はどう捉えて感じてるんだろうとか、無意識にどう感じてるんだろうっていうのを寄り添って聞けるようになった、で、それで一致してどうしたら対処できるかなっていうふうに考えられるようになったのが、すごくストレスに強くなったし、健康にもなって、体重も6キロぐらい、確かに、あった時よりもそうなってますよね、なんか全体的に食欲もだいぶ減りました。あ、そうですね、で、こう偏見かもしれないけど、システム構築、水産ってやっぱこうちょっとストレスが多いっていうか、ちょっとまあそうです、頑張んなきゃダメでした、ちょっと、現場もすごくストレスが多くて、
何か起きると徹夜でリカバリーするっていうのが当たり前なんですけども、それで気分が悪い状態で仕事してもやっぱり成果は上がらないし、やっぱりその無理した分は全部体なり無意識なり溜まっていって、いつかその反動で病んでしまったりとか、そこまでいかなくてもやっぱり元気が出なくなったり仕事が嫌になってしまったりっていうのがあることに気づいたので、やっぱり部下に接する時にも必ず本当はどうしたいのとか、どうなっていたいのっていうのを常に思い返してっていうふうにいつも言うようにしていて、でその目的に対して今何ができるのかっていうのを意識してもらうようにアプローチするようになりました。はい、まあ私たちは言う目的論どうなったらいいですけどね。あとはまあ自分の心とか体に気づけるようになって、部下からのこう変化とかありますか？やっぱり、僕がいつもいいステートで、ステートって心の状態ですよね。で、接するっていうことがみんなが慣れてくると、なんか心配がある時はちょっと共有したら勇気づけてもらえるとか、そんな大したことないじゃないっていうふうに言ってもらえるっていうことが周りの人に定着したので、ちょっと悩みがあると相談に来てくれたりとか、こちらから攻撃した時に、必ず自分の思っていることを口にしてもらえるようになったのがすごくコミュニケーションとして良くなる。特にね、経営者でしかも SE ってやっぱこうちょっとね厳しい中頑張んなきゃダメで、普通ってちょっとあれだけどやっぱ怖い存在というか、近いがたいのが普通ですよね。普通ってあんま言っちゃダメかもしれないけどどうなんですか？そういう人も多いので、逆に僕の方から、そういうどうしてますかとか、最近どうですか、っていうことを聞くことで、その人が心を開いてくれて、この人ここが大事なんだとか、ここにはこだわりがあるんだとかっていうのをやっぱり会話できるようになったっていうのは大きいですね。じゃあ価値観引き出せるような。そうですね。面談はどうなりました？例のそもそも面談でラポールのために来たんですよね。いや面談はもう正直今までは何かを示してそれに共感してもらえるかどうかっていうことを考えてたんですけど、まず相手の価値観を聞こうと、で具体的にどんなことがあってよかったのか、どんなことが印象に残ってるのかをちゃんと聞こうっていうことになったことで、自分で今は自分はこうした方がいいですねっていうのを面談の中で気づいてもらえるようになって、涙も流して今日話聞いてもらってよかったですって言われることが最近すごく増えました。もう別にあれで普通の SE の会社の社長さんが普通の一般の社員の方聞いたらもう涙流しながら聞いてもらってよかったですと言って、素敵ですね。あと価値観引き出せることでよかったってことありますよね。いいことばっかりじゃないですか、やっぱり社員がね。そうですね、例えば遅刻をするような社員に対して、昔であれば、強く注意をして、どんな感じでどんな口調で言ってました？いや、この会社の決まりは10時に来なきゃいけないんだから、来ないともうダメだろ、みんな来てるだろって注意して、なんとか来させよう、それでも、そりゃそうですけどね。そりゃそうだけどやっぱちょっと怖いですよね。で自分でもなんかモヤモヤとしながら、でも守ってもらわなきゃいけないからって強く言ってたんだけども、今ではその人それぞれの価値観で、未来どうなりたいかっていうのを普段から話を聞いてるので、例えば僕に協力をしたいと思う社員に関しては、いや君が遅れてくるとさ、僕のチームが台無しなんだよとか、僕はこのチームをこういう形にしたいんだよってことを熱く語ることで、僕はじゃあちゃんと来ることが大事なんですねっていうふうに思ってもらえるようになるし、お客さんの前でもっと活躍したいと思ってる社員では、お客さんの前で活躍するためには、ちゃんとこう時間とかはちゃんと守んないと、お客さんに時間合わせられないと仕事もできないよねっていうふうに言うと、そうですねっていうふうに、そのなりたい未来から自分がどうなっていかないといけないかっていうのを想像できるようになったので、それによって自分で進んでそういう悪いところを直せるように。社長応援したい人は、遅刻しないで来ると応援になるっていうし、お客さん思いの人はお客さん思いだったら遅刻しない、相手の価値観に合わせて、それ言われたらじゃあ頑張ろうって思いますよね。で前はなんか結構一人で突っ走ってついてこなかったみたいな例ありましたよね。そうですね、昔は自分はビジョンを語って、自分の中でできることはやって、で周りはこのくらい家はついてきてくれるだろうって勝手に思い込んで、で実際どうでした？実際には
まあ、誰もついてこなくて自分ばっかりがやること増えて最後はあの 手放してしまって最終的になんかみんなをなんかうまくいかなかったじゃん、独り、うん、よがりだよねっていう感じのことになってました、うんうん、今は逆にチーム、うん、最初にチームとしてどうしたいのっていう、うんうん、みんながそれぞれどう思って何を達成したいのかっていうのを、うんうん、あの話し合いながら、うん、考えながら目標を立てることができるんだったので、うんうんうん、みんなのそれぞれ状況が変わってもそれぞれ今の現場でどういうことをしたいのか何を目標にしたいのかっていうのを寄り添いながらみんなですり合わせながら目標設定ができるようになったので、そういうことがなくなりました、まあ、みんなうまくやりたいとは一緒なわけですよね、うん、成功させたい、ただどうなったらいいかのイメージが一人一人違う、それを一人一人聞いていくとどんな感じになってるんですか、この場面でこの人はこういう活躍をしてできるはずとかしたいと思うはずっていうのがやっぱり分かってくるようになるので、よしこの仕事ちょっと面倒くさい仕事だけどこの人がここを達成するんだっていうふうに目標を持てば必ずできるっていうふうに、なんか逆に面倒くさい仕事だからこそこの人にやってもらいたいっていうふうに、あの一番その心理的に負担の少ない人にどうやってやってもらうかだとか、うん、そういうその相手の気持ちを考えながら仕事のある意味適材適所なわけですよね。しんどい仕事はみんな嫌だわけじゃなく、そういうのが結構好きな人はむしろ振ってあげた方が喜ぶし、じゃあ結構みんな生き生き仕事できますね。そうですね、はい、あとはあのコーチング的な関わりのおかげでなんか仕事もいっぱいかなりきちゃってる。そうですね、あのお客さんの雑談の中で、うん、あのコーチング的に、うん、あの関われるようになったので、うん、ちょっと気が重そうだなと思ったら、うん、あ、それなんか大変なことになってるんですかとか、うん、どうしたいんですか、うん、とかっていうのをやっぱり普段から、うん、あの短い時間で聞くことで、うん、あのあそこ予算取ったんで、うん、あのぜひやってほしいんですよって言ってもらえることがすごく増えて、うん、一気になしに仕事が来るようになりました。それは生態ですよね。そうなんです。あ、なるほど。あとはプライベートで何か。プライベートは、うん、今ちょっと数年引きこもっていた高校2年生になる娘がいるんですけれども、うん、最近ちょっと学校にも行ってるし、うん、あのバイトにも精を出してるっていうふうに聞いたので、うん、あの夜少し時間があるときに、うん、最近何やってるのとか、バイトでどんな大変なのっていうのを少し聞いたら、うん、割と思ってた以上に、うん、あの責任感を持ってバイトであのいろいろ活躍していて、でその分やっぱり当然辛いこととか理不尽だと思ってることもあったので、うん、それについてすごく寄り添って、うん、ああどうなってきよかった、それいいよねっていう寄り添い方をしたら、あのすごく盛り上がってくれて、あこんな話できると思ってなかったって娘に言われたんです。もともとちょっと引きこもっちゃったなんかきっかけとか心当たりないですか？引きこもっちゃったのはやっぱりこの年ならこんなことはできて当然とか、うん、ぜひこういう風になってほしいっていう思いが強くて、やっぱり昔芸人来る前に来る前にやっぱりすごく怒ってしまったりとか、うんうん、でそれもへそを曲げて引きこもっちゃうと、うん、もうほっとけっていう感じで、うん、関わらないようにしていたので、うんうん、それでやっぱり居場所がなくなっちゃったのかなっていうふうになると思います、うん、それが今では、今ではあの家族全員あの一切否定しないで、それがやりたいよねとかそうしたいよね、うん、でもお母さんだったらどうしたいと思うとか、友達だったらどう思ってるとかっていう、そういういろんな見方を変える、うん、本人も認めつつ相手の立場に立つとか、なるほど、こっちでいやお前親はそうかもしれないけどお母さんこうだよって言っちゃうんじゃなくって、まず娘の話聞いてあげて、でじゃあ何々がじゃあお母さんの立場だったらどう思うみたいに言うと本人なりに気づく、本人なりに気づいて、まあ分かってるんだけどねっていうような渋々なちょっと感じもありながらでもそうだよね、私もこうしなきゃダメだよねっていうような、うん、あの共有ゾーンを見つけられるっていうことが、あ聞くだけでできるんだなっていうのを、うん、教えるんじゃなくて、うん、聞いてあげることでできるんだなっていうのがすごくあの楽になりましたね、うん、で私のセミナーに娘さん連れてきてそうですね、一緒にあのその後で
こういう今勉強してるんだけれども、うん、ちょっと参加してみるって言って、うん、まあ多分中学2高校2年生なので断られるだろうなと思って言ったら、うんうん、お行くよって言われて、おどんな気持ちでしたそれ。5年ぶりぐらいに一緒に出かけるぐらいだったのでそれが私の好きなの、はい、タピオカミルクティーとかじゃなくて私のセミナーが5年ぶりの親子、はい、5年ぶりに2人で親子で出かけるとったんでびっくりしましたね、うんうん、話も合わないというか共有することがあんまない中、うん、セミナーを受ける榎本さんの宣伝を受けるために2人で出かけるっていう。で果敢にあの時ね、まあ、ちょっとこう役を演じるような場面があって果敢に結構子供役、はいはい、あの小学生1年生からの役を演じて、あの娘の前でお父さんあんな人の前で60人の前であんなことするんだっていう、あの多分常識から外れてっていたと思います。娘なんて言ってました。いや、お父さん外ではあんなあのキャラなんだなっていうふうに言われました。じゃあ一層親しみやすかったね。はい、すごくそれでいろいろな側面とかを分かってもらえたので、うん、すごく良かったし、あのコミュニケーションの世界っていうのがすごく娘にとって広がったのは本当に、うん、あとはこう、まあ、システムをね、構築して、まあ、ある意味でメンテナンスは必要なものの、まあ、要は技術者だから、まあ、その納品をして壊れないとはまあ基本な業務じゃないですか。その先に思いがあるってね、ちょっとお話してたんです。まあ、システム、私は社内のシステムを作っているので、うんうん、まあ、ちゃんときちんと動くものを作って、うん、お客さんにの現場に使ってもらって、うん、お客さんが楽になれば一番いいというふうに思ってたんですけども、うんうんうん、実際に現場で使ってる人たちは割と単調な事務作業を繰り返したりとか、まあ、あの期間忙しい時期はもう遅くまでやっていてっていうような結構大変な人たちが多いんですね。まあ、派遣の方、派遣の方とか、まあ、その若い事務員の方とかが主に使っている仕組みなので、でなんでただその人現場の声も聞きながらものを作るので、うん、今まではどういうものを自分たちが作れば間違いがないかということばっかりやっぱり考えてたんですけど、うんうん、本当にその使っている方が幸せになれるために本当はどういうシステムにしたらいいのか、うん、遊び心があってもいいんじゃないかとか、あのこういうところで、うん、あの工夫をすると、うん、やっぱりコミュニケーションが良くなるよねとか、自分の思いが活かせるよねっていうようなところにまで話を聞いてものを作る、そして我々もその幸せになって実際に使っていくというのも、ただ使えるシステムではなくて、うん、あ使うと少し幸せになれるよねっていう仕組みをやっぱりシステムを作っていきたい。じゃあ取引先の使う方々まで幸せになってほしい、うん、すごい社会変革ですね。まさに自己変革、自分が変わって組織変革、組織が変わってもう社会変革な感じですよね、うん、なんかやっぱりこう現変通してやっぱ自分が大事にしていきたいものって何ですか。やっぱり何度も自分の価値観を満たした時に、うん、やっぱり自分の周りの人たちに幸せになってほしいとか、うん、自分の周りの人たちが無理をして生きてほしくないっていうのをすごく思ったので、うんうん、どうしてもこうシステム構築だと、まあ、お前はもうちょっと無理してやってくれよってやっぱり、はい、何がちというか、はい、あの機械のために人が犠牲になっていくっていうのがどうしてもあるので、うんうん、やっぱり人を犠牲にしないで、うん、仕組み自体を人に優しい形に少しでもしていくっていうのが、それすごい私あの泣きそうに嬉しいですね。機械のために人が存在してるんじゃないんですよね。いやまあ、もちろんこっちの義務はないわけじゃないですか、うん、壊れないでちゃんと運用できれば別にお仕事には何一つ問題はないけど、じゃあ使う人がどんな気持ちになるかですよね、うん、もう本当機械の奴隷としてシステムをただ動かしてるだけなのか、その人たちなりに幸せを感じて機械を使いこなせてるかって、うん、本当はこっちの責任はないはずなんだけど、うん、いやそこまで考えてくれると嬉しいですね。そういう仕組みを世の中に広く広められるように小さな自分の周りから変えていきたいと思っています。嬉しいですね、はい、ということで、もし何か見てる人に何でもいいです、今思いついた感じで言いたいことがあれば、まあ、組織を変えようとか
思って入りましたけど、一番最初に変わるのは自分の一致、自分の重要することだなっていうふうに、自己重要です。自己重要、それがないとやっぱり人に貢献できないし、どうしても何か起きると自分が、ま、守りに入ってしまって、うん、うまくできないので、やっぱり自己需要を高めるってことが、まあ、何よりも一番最初に大事なんだなっていうふうに思ってます、うん、ありがとうございました。今日わざわざありがとうございます。